日本気象協会。私たち日本気象協会は、気象海象データを再解析する独自技術を活かし、海事産業向けサービスとしてポラリスを開発しました。ポラリスは全球の詳細な気象海象データを蓄積した巨大なデータベースによる情報提供と、これを用いた公開支援サービスです。過去データから将来の予測データまで、海事産業の幅広いニーズへ対応した3つのサービスから構成されています。ポラリスフォーキャストでは、全球の気象海象予測データを、ポラリスナビゲーションでは燃費最小となる航海計画支援サービスを、ポラリスハインドキャストでは再解析した気象海象追算データを航路に紐付けて提供します。これらのデータはメール、FTP、もしくは HTTP、そして Web API と様々な方式での提供が可能です。国際海運では、今世紀中のなるべく早期に GHG ゼロ排出を目指すべく、GHG 削減戦略が議論され、活発化しています。主な対策としては、新造船の燃費規制強化、運航やオペレーションの効率化、省エネ技術開発、市場メカニズムの導入、ゼロ炭素燃料の導入、AI やビッグデータの活用などが挙げられます。その実効性を高める一つの鍵が、船舶モニタリングデータと船舶が実際に受ける外力、つまり気象海象情報です。しかし、気象海象の予測値は現状では十分に得られていると言えず、精度の良い気象海象データの入手が課題となっています。ポラリスでは、この課題解決に必要なデータをはじめ、さまざまな情報をご提供いたします。ポラリスフォーキャストは、高解像度かつ高精度な気象海象予測をオンボードにご提供します。お手持ちのパソコンにアプリをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。それでは実際の画面を見てみましょう。任意のエリアを選択し、さらにデータメッシュや予測日数も選択できるので、必要最小限のデータを取得することができます。データの要素は風、波、海潮流。全球エリアでは最大30日の予測を提供できます。さらに、日本近海エリアでは、約 10km メッシュ、1日8回更新のより細かい予測を提供できます。内航線や日本に入港予定の外航線におすすめです。スポット利用にも対応しておりますので、航天時のセカンドオピニオンなどにもご活用いただけます。ポラリスナビゲーションは、ポラリスフォーキャストを利用した船舶の燃費削減を手助けする公開支援サービスです。ポラリスフォーキャスト同様に、お手持ちのパソコンにアプリをインストールするだけでご利用可能です。それでは実際の画面を見てみましょう。まず、基準航路もしくは最短航路を設定し、それをベースとして出発・到着日時を設定して航海計画の要求を出します。すると、その時最新の最大30日先までの気象海象を考慮して計算された航海計画結果が立案されます。この推奨航海計画は、アプリ上で一覧表示できるだけでなく、ルートファイルとしてエクジスやチャートプロッターとデータ共有が可能であり、航路情報のインポート・エクスポートに対応しています。ポラリスハインドキャストは、船舶の燃費や運航効率の改善に寄与する地球全球の気象海象データを航路データに紐付けて提供する
Web API サービスです。以下のような実績航路の気象海象データから船の性能評価、船体付加物の効果評価などを行うことができます。また計画航路の気象海象データからは運航効率・コストの最適化、船舶設計の最適化などを実現できます。それでは実際の画面を見てみましょう。 ID、パスワードでログインいただき、対象となる航路データを読み込み、必要な要素を指定していただくだけで簡単にご利用いただけます。データは最小時間間隔10分、最短距離間隔約20メートル、緯度経度にして 0.01 分まで、航路の緯度、経度、日時に合わせて内装処理を行った結果をご提供します。データは数値とともにグラフとして画面上でご覧いただけます。また CSV もしくは JSON ファイルとしてもダウンロード可能です。このように必要な時に必要なだけデータを取得いただけますので、お客様の気象データサーバーとしてご活用ください。ポラリスでは2020年秋にはポラリスプラスサービスの追加を予定しております。ポラリスナビゲーションやポラリスフォーキャストを導入した船舶の動静監視が行えるだけでなく、航海の事後評価を簡単に行っていただける機能の搭載も予定しています。日本気象協会は気象海象コンサルタントとして今後も海洋ビッグデータの利用提案を行っていきます。例えばポラリスのデータと船舶 IoT データを組み合わせることによる運航効率化や船舶の付加価値の向上、舶用機器との連携で安全な航海支援などを通じ選ばれる船をサポートしていきます。また燃料消費削減や船舶から排出される CO2 削減に貢献することで持続可能な社会の構築、 ESG に資することを目指します。